今日はジョークはなぜラムネではないのかについて考えていきます。ジョークの目的は書くこと、書けさえすればいいなら、ラムネがチョークになった方が汎用性もあって有用なのは明らかだよね。日本は災害が多く、食料備蓄は常に課題だし、いざという時避難所になる学校ではなおさら食料備蓄が必要。もしチョークがラムネなら、食料の備蓄という観点で大いに貢献するはず。なのに現在は食べられない石灰のチョークが主流。これはなぜなのか。察しのいい方はもうお分かりのように、食べられることで発生する問題があるからです。ではその問題とは何か。ラムネは糖でできてるのはみんな知ってると思うけど、糖って人間が食べられるのと同様にそれ以外の生物も食べられる物質なんです。で、最も問題になるのは鳥。学校の窓って開けられてることが多いけど、ここでもしチョークがラムネだと匂いを嗅ぎつけた鳥が大量に入ってきて授業にならなくなってしまう。チョークの開発段階でラムネももちろん検討されたんだけど、シミュレーションでもありとあらゆる鳥が何千羽と飛び込んできて全く授業にならなくなってしまった。なので仕方ないってことで、現在のチョークには食べられない石灰が使われている。これが最も蓋然性の高い考え方になります。で、食料備蓄の話。じゃあ備蓄はどうするかというと、乾パン。小学校卒業以上の学歴の人は避難訓練とかで目にしたことも多いと思うんだけど、あれって缶に入ってるよね。なんであんなに開けにくい容器に密閉された状態で保管されてるのかというと、もちろん鳥の脅威に対抗するためです。